はいみなさんこんにちは元気なおじいです今日ははい4月のね16日15時16分ですはい今日の話題はえっとねちょっと前の動画でまああの情報ね扱ったこの304 zt とか501 hw で youtube の動画視聴制限が始まったんじゃないかっていうね まあそんな噂についてちょっと触れてみました。で、おじい的にはね、まあ、その時間帯の動画視聴をする意味があるのかなってね、どうなんだろうねって、まあ、そんな感じで、まあ、あの2回ぐらいね、まあ、お話をして、まあ、そのままだったんだけれども、き、まあ、今日ね、その問題を投稿してくれた Code7 さんがね、えっと、またコメントくれました。ね、えっと、元気なおじいさんへってことだよね。 まあこちらのリンクをご覧ください YouTube で発生した障害の報告サイトです私の感じた通信障害日時とほぼかぶってますということはもしかしたらポケット Wi-Fi が原因ではなく YouTube 自体のシステム上の問題だったのかもしれません3月12日の報告はそれ以外の日付に比べ だいぶ多いことが分かります。ご参考までに。ということでね、ありがとうございます。で、そのね、えっ、ー、と、リンクをね、ちょっと見てみました。よいしょ。ドワン。ということでね、えっ、ー、と、ちょうど、まあ、その頃の障害、まあ、時間帯、本当だね、10時頃から、うん、まあ、ちょっとこう、その夜中の時間帯ね、うん、まあ、かなり、 うんそうだね、まあここら辺でっていうことだったんで、こんなところで、あの動画視聴制請求するぞと思ったけど、まだいたいここらへん集中してるよね、この時間のね、なるほど、なるほど、まあこれだったら分かるよね、次の日にあれあれは何だったんだろうってね、あの障害がなかったとかいう話もね。 そんなわけでまあ暫定的なんだけれどもコメントくれたコーシェブンさんが、ねまあ、ここまで原因を、ね、一応あの調べてくれましたでねやっぱりねあ YouTube のサーバーじゃないかなとかねいろいろあの障害情報なんか絡んでないかなと思ったけど、まあ、なんとなくこの数字を見るともうちょっとアイディアは、ね、怪しいなと思うよねでその後はあのー、その動画視聴になる瞬間をねまあ捉えようとまあ多分頑張ってくれたんでしょう で取れなかったんで、まあ、原因を調べたけ結果、やっぱり YouTube のねこのサーバー障害情報、まあ、こちらの方だったんじゃないかなということでね、このセブンさん、ありがとうね、本当にね、これでおじいもね、なんかちょっとすっきりしたような気がする、でもう一人の方も確か時間同じぐらいだったもんね、確かね。う まあいろいろこの報告情報を見ると、そうだね、まあ旧デザイン、新デザインとか、まあいろいろあるけども、まあ画面が黒い画面で、音だけ流れて見れないとかね、もう全然だめとか、んなんかいろいろ出てる。はいそんなわけで、暫定的に、あのまあちょっとこう噂の出ていたン0 4 z t とか501ソフトバンク回線、いろんなところで、時間帯がちょっとね <laughs>。 真夜中の本当あの、Y モバイルも制限したようなところで、ね、制限があるんじゃないかっていうね、その噂なんだけれども、やっぱりね、違うということで、まあ、暫定的にね、結論付けていいんじゃないかなということです。で、その後の,その動画視聴制限もね、あのまあ、ほぼないようだしね、まあ、そういうことで幕を閉じましょう。やっぱり、i ビデオのンマリオン z t ね、 もしくは 501HW が、まあ、最強なんだね、本当ね、正真正銘の、ね、最強だと言えるでしょう。で、4月になったらね、クラウドシムが、あのーまあ、本格的に広がってくるでしょう。まあ、速度的にはね、ちょっと不満の声もネット上で見るんだけれども、まあ、この3オ4 j t t、まあ、結構ね、あの安心じゃないかなと思います。そんなわけで、短いけれどもね、今日はこれから、あのー、エクササイズするんでね。 これで終わりたいと思います。今ね、一緒なライブ配信して、もう何分だったかな、うん。しばらくやっててもね、誰も来ないよ。お家のとこは。ほら。静か、静かで、静かちゃん。ほら。ね。ガラーンと。で、これでね、だいたい40分ぐらいするとね、あの誰か来るんだよ。25分、早くて25分。遅いとね、40分ぐらい。ね。はい。そんなわけだよね。 えこの辺で終わりたいと思います。次の動画もお楽しみにっていうか次ビリーナップだね、うん。それではね、またね、バイバイ。